ゆうゆうの日本語ポッドキャストはい皆さんこんにちはゆうゆうの日本語ポッドキャストのお時間です皆さんお元気にしていますかさあ今日はねなかなか不思議な時間にこのポッドキャストを撮っているんですが今日はえー、と2021年6月20日日曜日の午後11時半 夜に撮っています、えー、と最近ねまたクラスが忙しいのと今ね涼太、えー、くんが日本にいるので涼太、まあ、くんの使っていた部屋を今自分のオフィスとして使っているんですけどそうですね昼間は涼太くんが、まあ、生活していた部屋は道側に部屋があるので。 まあ車が通るとね結構大きい音が聞こえるんですねなのでポッドキャスト撮るのにあんまり良くなくてねだから夜しか撮れないんですよなんかねできればこの部屋の窓をね防音って言って音が入らないその窓に変えてどうかなっていうのをやってみたいなと思っていますはい。 ということでまあ全然ということでじゃないんですけど話していきたいなと思っています今回もまたグルメリポートねおいしいレストランを紹介したいなと思うんですが今日紹介するレストランはメキシコグアダラハラ私が住んでいる街のレストランを紹介したいなと思っていますそれではよろしくお願いします の日の本語ポッドキャストはいさあ今回のテーマなんですがグルメリポートですね何回か前のポッドキャストで話したんですがまあね僕食べるのが大好きなんですよね、まあ、みんなね美味しいご飯食べるの好きだと思いますなのでそのグアダラハラっていう街はねすごくいい街なんですよ本当にご飯が美味しい メキシコ料理だけじゃなくて結構いろいろな国の料理も食べられるしね、あの、料理が上手な人多いなって常日頃から思ってますでそのグアダラハラのレストランってすごくおしゃれなレストランが多くてそのレストランの中のテーブルとかあと飾りとか内装インテリアとかがすごくおしゃれで。 そのレストランでご飯食べるだけでももちろんすごく楽しめるようなレストランがたくさんあるんですね。でこういうおしゃれなレストランって日本の例えば東京でそういうおしゃれなレストランで食べようとするとすごく高くてね楽しめないなんかお金の方が気になっちゃって食事が楽しめないっていうことがたくさんあるんですよね。 でもほんとグアダラハラはおしゃれなレストランもすごくリーズナブル安い値段で食べられるのですごくいいなと思っていますでそんなねグアダラハラに住んでいる私たちなのでニディアさんと僕の趣味は食べ歩きって言っていろいろなレストランを探して、ねまあ、レストランで食事をするっていうのが、まあ、一つの趣味なんですねやっぱり こうね結婚していて2人の関係が良くなるために共通の趣味同じ趣味があるっていうのはすごくいいことだなと思ってるんですね私だけ多分ニリアさんもそう思ってると思うんですそのそれぞれ違う趣味があるのももちろん大切例えばニリアさんは k p o p が大好きで僕は釣りが大好きで 僕は k p o p あまり聞かないし、ニディアさんは釣りをしないっていう、その一人だけの趣味もあるし、その同じ趣味もあるっていうのがね、すごくいいなぁと思っているんですが、その中で二人同じ趣味っていうのが、食べ歩き。いろいろなレストランに行くっていうね。まあ今日日曜日だったので、昼間に日本料理のレストランに一緒にご飯を食べに行って、ね、それも、ね、 一つの食べ歩きですよねその今日行った日本料理のレストランももちろん美味しいんですが今日はですね、えー、グアダラハラにあるタコレアっていう韓国料理のレストランを皆さんに紹介したいなと思いますグアダラハラの真ん中中心街の近くにチャプルテペックっていう地域があってそこは結構おしゃれなレストランやバーが たくさんあるところなんですがその中にそのタコレアっていう韓国料理のレストランがあります皆さん韓国料理のレストランって聞くとどんなイメージしますかねキムチとか焼肉とかですかねそのタコレアっていうのはすごくそのオーナーシェフの人のスタイルの料理を売ってる お店なんですねいしいのはヤンニョムチキンっていう唐揚げをこう甘辛いソースで和えたのとか、えー、チャプチェえっ、ー、となんだっけなあれお芋かなんかの麺だったと思うんですけどそのチャプチェとかブルコギとかプルコギですよね,ねあの牛肉のなんか牛丼みたいな甘,か甘じょっぱい炒め物とかトッポギとかもあるんですけど。 このねタコレア僕が大好きなポイントがいくつかあるので皆さんに紹介したいと思います一つ目はそのオーナーシェフさんがすごくいい人なんですよね本当にそのいつもニコニコしていていつも話しかけてくれてで私たちが行くとそのデザートのサービスとかしてくれるんですよ 正直、そのグアダラハラに住んでいて、いろいろな韓国料理のレストランに行くんですけど、ちょっとね、その韓国の方の、その働いてる韓国の方が結構怖いんですよ。なんだろうな、そのニコニコしてないのと、なんか話してる言葉もわからないから、なんだろう、怒ってるのかなとか。 なんかこっちが「こんにちは」って言ってもも,もちろんスペイン語でね「ボイナスターです」って言っても返してくれなかったりしてな,なんか日本の人嫌われてるのかなーなんていう想像もしてしまうんですよねだからなんかご飯に集中できなくてすごく緊張しちゃってるんですけどそのタコレアのオーナーシェフの方はすっごい親切でいつもニコニコしていつもいろいろなこと聞いてくれたりねあ今日は結婚記念日だねおめでとうとか 行ってくれたりすするんですよなのでもうそのオーナーシェフの方に会いに行くだけでももちろん十分なんだろう満足できるのがタコレアかなと思いますそして2つ目のいいポイントは内装そのレストランの中がすごくおしゃれその黄色がメインのレストランで壁は黄色ででその壁の中に 壁の中にじゃないね。壁にいろいろなハングルのこう額が飾ってあったりするんですよね。なんかすごく伝統的な内装ってよりかはすごく何て言うのかなモダンなおしゃれな新しい内装って感じでで今もねそのバスが通ってる音入ってないといいんですけどえー、っとそうでね。 でそのタコレアがあるのがメキシコの昔のスタイルの家なのでなんかね階段上がってそのご飯食べるスペースがあってでもう一つ階段があって何て言うのかなロフトみたいになっているところがあってでそこでもご飯が食べられるんですよもうね多分言葉で説明するのは難しいんだけどすごくオリジナリティのあるその何だよ間取り。 そのリビングがあって他のリビングがあってでテラスがあってっていうその家の中のスタイルがすごくオリジナリティがあってそれプラスその韓国の写真とかハングルのおしゃれなポスターとかが飾ってあるんですごくかわいいおしゃれなレストランなんですね。はいで、えー、と最後になるんですが。 そのもちろん料理もすごく美味しいんですね。僕はいつもチャプチェっていうそういうあれ多分ねお芋さんの麺だったと思うんですけどあのチャプチェぜひ調べてください。そのお肉と、えー、野菜とその麺を炒めたものと、えー、チャーハンを頼むんですね。であとはブルコギもねその。 美味しいんですよで私が初めてそのレストランに行った時に一番びっくりしたのが味付け味付けっていうのはその醤油を入れたりお塩を入れたり砂糖を入れたりして味をこう整えることを味付けっていうんですけどあ食べた瞬間にあこのシェフは味付けをよく知ってるっていうぐらい美味しいんですよすごくそのバランスがいい味付けで特にチャーハンの 味付けがすっごいとってもそのよくてそのチャプチェっていう味の濃いおかずと一緒に食べるチャーハン焼き飯なのですごく焼き飯の味は弱いんだけどでもすごくそのしょっぱさとちょっとした甘さと油の量とかがもう完璧完璧なこうバランスで作られていて。 いやーこれを作るのはもう本当にタレントがある人とかもちろん何回も何回も料理して失敗して作り直してっていうのをやってきたんだろうなと思いますはいまあもちろんねこのポッドキャストを聞いている人はねグアダラハラに住んでる人なんてほとんどいないと思うんですがもしねグアダラハラに来た際はもちろんメキシコ料理もいいんですがタコレアね韓国料理も食べてほしいなと思います はいそしてねもし皆さんがこのレストランいいですよっていうおすすめがあったらぜひぜひ YouTube のねコメント欄に書いてくれると嬉しいです。はいということで「悠々日本語」では引き続きテーマの募集をしていますこんなテーマについて話してほしいこんな話が聞きたいということがありましたらぜひぜひ Instagram のダイレクトメッセージや YouTube のコメント欄に書いてください必ず取ります。 ということで引き続き日本語の勉強を頑張ってくださいそれじゃあまたねバイバイ